何かご用でしょうか。クエストを達成しました。クエストを達成しました。いい感じですね。嬉しそうですね。馬体はいい感じですね。いい仕上がりです。馬体はいい感じですね。嬉しそうですね。クエストを達成しました。馬体はいい感じですね。いい感じですね。元気いっぱいですね。いい仕上がりです。馬体はいい感じですね。いい感じですね。いいですね。嬉しそうですね。まずまずですね。嬉しそうですね。まずまずですね。馬体はいい感じですね。馬体はいい感じですね。いい感じですね。いいですね。まずまずですね。
ずまずですね。嬉しそうですね。気合十分ですね。嬉しそうですね。いい感じですね。嬉しそうですね。馬体はいい感じですね。まずまずですね。気合い十分ですね。いい感じですね。今週はレースがあります。元気いっぱいですね。嬉しそうですね。一番人気ですよ。ただいまより投票受付を開始します。さあ、府中の森に集い、牝馬精鋭12頭、スタートの瞬間を待っています。スタートを切りました。12頭。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行するのは何か。4番、ウィングレットが上がってまいりました。6番、ダイワエルシエロ、外から行こうというところ、その後ろでやりましょうか。10番、カタノワイキキ、内を通って、スルスルと、ダンスインザムードが上がっていきました。ちょっと離れて11番アドマイアグルーヴであります。スティーリンラブがその後ろ、それから足毛の馬体ヤマニンガラバスタであります。2番ヘブンリーロマンス、それからもう1頭スイープ東証、そしてその後ろからマイネヌーベル、その外に7番チアフルスマイル、ここにいた9番レプレドール、今日は最後尾から前でありますが、前ダイワエルシエロが先頭です。そしてその外に10番カタノワイキキ。さあ、府中の春のマイル女王は果たしてどの馬なのか。大歓声に迎えられて、カタノワイキキ。先頭、内からはダンスインザムードが来ている。先頭はカタノワイキキ。ダンスインザムードが2番手、懸命に追っかわした。ダンスインザムード、先頭、2番手にカタノワイキキ。先頭は5番、ダンスインザムード。先頭、レザーノとダンスインザムード。外からカタノワイキキ。ダンスインザムード、1着、ビクトリアマイル。勝ったのは5番、ダンスインザムードだ。レースを終えた馬が戻ってきました。何かご用でしょうか。
ですね。嬉しそうですね。今週はレースがあります。馬体はいい感じですね。まずまずですね。2番人気ですね。ただいまより投票受付を開始します。12頭の思いはそれぞれです。宝塚記念、果たしてどの馬が夢をつかむのか。今年もあなたの、そして私の夢が走ります。どんよりとした阪神競馬場に開く、あなたの夢はタップダンスシティか片野愛知か、私の夢はアドマイアグルーヴです。果たして先頭に行くのは。ハーツクライがかわしていきました。タップダンスシティ、東証ナイトがその後ろ、6番ボーンキング、1番ゼンノロブロイ、その外にコスモバルク。さあ気合はどうなんだ。8番片野愛知、この大舞台で巻き返しに燃える人馬です。リンカーン、その後ろ5馬身くらいあって、4番アドマイアグルーヴ、第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー、それから3番サンライズペガサス、外を通って7番スイープ東証、内を通って9番ビータローザ。もう一度先頭から紹介しましょう。東証ナイトがわずかにリードしています。外から1頭、11番タップダンスシティ、前での競馬、ハーツクライと安藤騎手、その後ろでやりましょうか。ボーンキング、そして5番手にコスモバルク、ゼンノロブロイがそのうちにいます。それからもう1頭、8番カタノワイキキ、そしてその後ろからリンカーン、ちょっと離されまして4番アドマイアグルーヴ、それから3番サンライズペガサス、外を通りまして7番スイープ東証、そしてしんがりからビータローザという展開です。先頭はタップダンスシティ、積極的に行きました。さあ一塊になりまして、第4コーナーをカーブ、ピンクの帽子タップダンスシティが先頭、カタノワイキキ懸命に追う。先頭は11番タップダンスシティ、カタノワイキキが襲いかかる。カタノワイキキが差を詰めてくる。カタノワイキキ1着、宝塚記念、勝ったのは8番カタノワイキキだ。レースを終えた馬が戻ってきました。何かご用でしょうか。